皆さんこんにちは。今日はコード表記の読み方ルールについてということでやっていきたいと思います。このチャンネルではギター初心者の方や久しぶりに再会した人などに向けていろいろと情報発信をしていますので、よかったらチャンネル登録よろしくお願いいたします。それでは実際内容の方をやっていきたいと思うんですが、これまでですね、そもそもちょっと音楽理論の初級みたいな形で、コードの構成音とか、そもそも度数って何だっけとか、日本では完全4度とか完全5度とか単3度とか超何度とかっていろいろ言ってるけど、国際的な基準で考えたらこういう踏み方で覚えたらいいんじゃないのかなっていう、そういう基準をもとに、改めて自分がちょっといろいろ学び直したこととかをシェアしてるんですけれども、今日はですね、コードのその読み方、そのテンションコードとか、そうですね、4和音以上のテンションコードとか、そういうところは一旦除外して、基本的なコード、ルート、サード、5度、フィフス、あとそれから7度、このあたりの基本的なコードの表記の仕方っていうのを、分かっている人は復習になると思うんですけれども、なんかいろいろちっちゃい M が出てきたり大きい M が出てきたり、三角が出てきたり、マイナスが出てきたり、一体何なんだっていうふうに思っているような方に向けてちょっと喋ってみたいなと思います。このあたりの情報、いろいろね、インターネットで検索したりとか、すでに紹介されている方もいらっしゃるんですけど、いまだになんか調べても一発でいい情報にで巡り合うのって結構難しいなって思ったりするんで、なるべく分かりやすく話そうと思いますので、そのつもりでお願いします。で、一般的なその教え方とか表記の仕方とちょっと違うところもあるかもしれませんが、ちょっと自分流ということでご了承ください。はい。で、いろいろなんか指板の図とか度数とかたくさん書いてあって、これはこれまでの復習的な話なので、今日はこのフレットボードの図より下のところを主に見ていただければなと思います。で、適宜必要があれば、このフレットボードの方とか、その度数の関係とか、ああそうだったなって思い返していただければなと思います。で、まず順番に、少しお話ししていきますと、一番左側、これですね、 C メジャー、ギターこうやり始めたりするときに、とにかくこの C とかアルファベット単体でこう書いてあるのを、C とか D とか E っていう風に読むことが多いと思うんですけど、癖になる自分でC は C なんだけど、 C メジャーっていう風に一発目、特にまだ超初心者の人なんかはそういう風に覚えた方がいいと思います。これはC なんだけども C メジャーなんだっていう風にまず覚えるっていうところがまず結構大事かなと思います。で、それなんでかっていうと、こう C って書いてあった場合に、実際に押さえる構成音、コード構成音的にはこれはルートメジャーサード、フィフスパーフェクトフィフス、1メジャーサード、それからパーフェクトフィフス、完全5度を抑えてくださいっていう指示なんですけど、これがメジャーなんだっていう意識っていうのが結構僕は大事だなと思います。で、この、コード表的にこの C って書いてあって C メジャーなわけですけれども、ルートをまず C 音弾いてくださいよっていうことと、メジャーサード、C から見たら E 音ですよね、メジャーサード E 音、
まあ、ド、ドから見れば、ドミメジャーサードを弾いてくださいっていう指示と、ソG4、パーフェクトフィフス、P5 って書いてるやつ。まあ、知ってる方は超復習になりますけど、ドミソですよね。ドミソなんだけれども、まあ、C って書いてあればルート音とメジャーのサードで、サードはメジャーの場合は書かないっていうのがルールなんで、あと5度もそうです。5度が完全5度の場合は書かないっていうことがルールなんで、まあこう C って書いてあればルートで、サード表記してないけど表記書いてないってことは、ああメジャーサードなんだな。で、5番目の音もまあ、シャープでもフラットでもなくて完全5度パーフェクトフィフスなんだなっていう。だからまあ、ドミソなんだなっていうふうに、考えます。でまずとにかくしつこいようなんですけど、これが C メジャーでルートメジャーサードパーフェクトフィフスなんだっていう、ここを基準に全て考えていきます。で、まあ、ちょっと最初長かったですけど、ここからはちょっと駆け足でいきます。で2番目 C メジャーセブンスですね。左から2番目 C メジャーセブンスで、さっきのルールで言うと、何もない C って書いてあればルートサードパーフェクトフィフス135なわけだから、それプラス、メジャーのセブンスを足すんだっていう考えで、いけるわけです。ルートサードパーフェクトフィフスにプラスして、メジャーのセブンスC に対して B 音、ルートサードパーフェクトフィフス&メジャーセブンスっていう考え方になります。で表記としては、上にちょっとカッコで書いてありますけれども、大きい M の7ではなくて、この三角になっている場合もありますし、英語のメイジャーの、最初の3つを取って MAJ って書いてある場合もあります。なんでなんかいろいろジャムセッションのコード譜とか、まあ、ジャズ系の教則本とか、まあいろいろですけれども、弾き語り系 の、 ネットとかで見てると大きい M が多い気がしますし、そういうジャムセッションとか、そういうジャズ系の教則本とか見てると省略して三角で書いてある場合、それからまあ海外のコード譜とか見てると MAJ って書いてる場合とかも結構あるかなと思います。はい、で次いきます。C セブンスですね。左から3番目 C セブンス、 C セブンスで、もう分かってる人は知っての通りだと思いますけれども、まあ、C セブンス、これまでの動画でセブンスのついても やっているので見てる人は大体わかると思うんですけど、さっきのルールで言うと C メジャーの場合ルートメジャーサードパーフェクトフィフス、ここは変わらない。で次7がどういう指示なのかっていうと、何も書いてない7、大きい M でも何でもないただの7っていうのは、フラットの7度っていう指示なんですね。フラットの7度を弾いてくださいね、マイナーセブンスを弾いてくださいねっていう指示なんで、ルートサードパーフェクトフィフス&、フラットセブンを弾くということです。 C メジャーでフラットセブンスを足す、あちょっと違うコードなんですけど、はい、C セブンスです。はい、というのが、まずメジャー系のコードです。
ここまで左側、とりあえず OK だよっていう方は、次へ進んでください。ちょっと復習が必要だよっていう方は少し巻き戻してもう一回くらい見てみてもいいかもしれないです。はい。で、ここからは、マイナー系のコードに移ります。で、マイナー系の場合、マイナー系の場合は、ちょっとはい、ホワイトボードには書いてないですけど、またC マイナーでちょっと区切って考えてみると分かりやすいです。さっきメジャーの場合は、C、何にも書いてない C の場合は、ルート、メジャー、サード、パーフェクト、フィフスだっていう話もしましたけれども、単純に C マイナーって書いてあったら、ルート、メジャー、サード、パーフェクト、フィフスの、ここ、ちっちゃい M、ちっちゃい M が、サードをマイナー弾いてくださいねっていう、これは指示なんですね。C メジャー弾いたんだけれども、小さい M で C マイナーってなってたら、サードをマイナーにしてくださいねっていう指示なんで、あ、C マイナーなんだなっていう、表記っていう読み方になります。なんで一旦この C マイナーのところで、ちょっと区切る意識、こうです。C マイナーで、ちっちゃい M で、サードを、マイナーサード、フラットのサンドにしてあげる。で、そっから、セブンスなんで、この C7 の時と同じルールです。何も書いてないセブン。ここでこう区切れてるんで、セブン、何も書いてないセブンスはフラットのセブンを弾いてくださいねっていうことなんで、C メジャー、C マイナー。で、ここから、ルート、フラットのセブンスにしてあげる。で、C マイナーセブンスに変わるということになります。で、このマイナーの表記3度をマイナーにしてくださいねっていうちっちゃい表記、小さい M の表記はこの記号のマイナスの記号になることもあるので、 C のマイナスの7って書いてあったら、同じように C マイナー7、意味としては一緒です。はい。で、ここまででだいぶすっきりしてきたっていう人もいると思いますし、逆になんかごちゃごちゃしてきたっていう人もいるかもわかりません。このあたり自分の中で整理ができて、なんていうのかな、パッパッパッパって切り替えられるまでは、まだこう慣れてない場合はちょっと時間かかると思いますんで、実際にこの動画を見ながら押さえてみてもいいですし、自分の取り組んでいる曲とかで、ああこれはこうだったなっていうふうに思い返していただければなと思います。はい。で、次ですね、前回そのセブンスの時もちょっと取り上げました C マイナーメジャーセブンスの場合、これは実際に利用の頻度が多いかっていうと、そういうわけでもないと思うんですけれども、ルートマイナーサード、5度のメジャーセブンス、C マイナーメジャーセブンス、これはさっきのルールで言うと C の次の、サードの指示がマイナー表記かつ、セブンスについてはメジャーのセブンスを弾いてくださいねっていう、指示ですね。C マイナーセブンの場合は C で、3番目はマイナーにしてください、セブンスはフラットのセブンスにするっていうことでしたけれども、こっちはメジャーセブンスを弾いてくださいっていうことなんで、C マイナー、まず C マイナー押さえておいて、でそこから、ルートをセブンスに変えてあげると、メジャーセブンスに変えるという、
まあ、分け方っていうか見方になります。なので、まあ、左から順番に追っていただければ、理解はできると思うんですけど、その、まあ、表記の仕方でこうやってこうちょっとごちゃごちゃしてくるわけですね。小さい m と大きい m を組み合わせるパターンも出てきますし、 C マイナーのマイナーがマイナスになってメジャーセブンスのとこは三角になる表記の場合もあるし、 C マイナー、マイナーはちっちゃい m にしといてメジャーセブンスが、メジャーの、頭文字3文字を取ってくるっていう場合も、まあ、あるというところなんで、まあ、このあたりちょっとすっきりね自分の中で整理ができたり、このコードを押さえて、まあ、左から順番に今みたいに例えば、C メジャー、C メジャーセブンス、 C セブンス、 C マイナー、 C マイナーセブンス、 C マイナーメジャーセブンスみたいに、まあこう記号を見ながらこう切り替えていくっていう練習をしていくと、まあ見た時にパッとできるようになるかなと思います。であと1個だけちょっとまだホワイトボードに書いてないのがありまして、マイナーセブンスのフラット5、ちょっと書いてなかったけどフラットの5、フラット5、ちょっと字がねほにゃほにゃしちゃったけどご勘弁ください。これですね。まあコードの弾き語りとかやってると、Bm7 フラット5とか出てきて、いきなりあれなんだこの括弧フラット5はって戸惑う、あの例のあれです。はい。これ何かっていうと、まあこれ今ルートを C の場合ですけれども、 C マイナーまでは一緒、ルートを C でサードは、マイナーでセブンスはフラットのセブンスで、あの5度に関しては何も書いてなければパーフェクトフィフス、完全5度を抑えればいいんですけれども、こういうふうにこの右上のところにフラットの5っていう、まあこういう指示が出てる場合は5度をまあフラットしてくださいねっていうことなんで、完全5度のところから半音だけ、ギターだったら1フレット下げてあげればいいっていうことになります。まあ押さえ方ちょっとよく分かんないよっていう人は、まあちょっと例によっていつも参考にさせていただいているギターのコードのサイトがありますので、概要欄にちょっと改めて貼っておくので、まあ、よかったらちょっとそちらの方をご参考にしてみてください。あのリンクフリーっていう風にサイトの方であの確認はしているので問題はないかと思うんですけど、よかったらそちらの方もご参考にしてみてください。はい、ということで、基本的なベーシックなコードの読み方っていうかルールについてちょっと駆け足ですがやってきました。他にもそのディミニッシュとかそのサス4とか6コードとか、まあいろいろいっぱいその変化系っていうかそういうのはあるんですけれども、今回そのそこまでやってしまうとちょっとごちゃごちゃしてしまうかなと思いますので、一旦この辺りで、まあ切り上げたいなと思います。そういうテンションコードとかについてはまた順を追ってちょこちょこやっていきたいなと思います。今後はそうだな、ちょっとまだ決めかねているんですけれども、まあメジャースケールからの派生でメジャーペンタトニックとか、あとまあそれと対応させて、マイナースケール、それからマイナーペンタトニックとか、その他にもいろいろスケールってたくさんあるんですけど、まあおそらく教科書的にやるとこういう感じで
紹介するんだけれども、実際のギターのプレイヤー目線で考えると、こうやって覚えた方が分かりやすいし忘れないんじゃないのかなみたいなことを、まあ、自分なりに紹介していこうと思いますので、もしそういったことにご関心のある方がいましたら、よかったらチャンネル登録して、また楽しみに待っていただければなと思います。はい。ということで、今回は、コード表記の読み方、ルールについてということで、改めて紹介させていただきました。ご参考になれば幸いです。それではまたお会いしましょう。本日もありがとうございました。 Thank you.